VS コチョンです。今回さ、トロ上げしてたんですよ、ずっと。なんですけど、企画のためにトロ下げしたんですよそしたらね、このバトロアでね、絶対バッドピンズ押される。はい、ということで、まあ、今回ね、エドガー使ってきました。バッドピンズ押されるランキング1位のエドガーですねこいつね、まあ、今回は普通に立ち回ります。まあ、普通に立ち回るっていうか、まあ、序盤は普通にやってね、これウルトでね、とつるんですよ。ウルトでとつりますとね、これトロ下げしてるだけなんですよ。こうやってほら、攻撃してねえから。そしたら絶対バッドピンズ、ほらバッドピンズ、もう片っ端から倒していこうかなと思います。はい、というわけで、まあ、選んだキャラクターはファングですねファングでこのウルトで打って、ウルト打ってガジェット打って通常攻撃バンバン当てまくったら、もうこれ だいたい勝てるんじゃないかなと。でまずウルト貯めますと、さあさあさあ、とりあえずこれターゲット1ですね。こいつ倒してあげて、オッケーオッケー。はい、これ美味しくいただきましたとおいしい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 。であとね、通常攻撃3発でウルト貯まるんで、まあ、それちょっと一旦ウルト貯めて、あ、こいつちょっと倒してえな、倒したいけど、いや、この笑顔を見せつけられちゃうと、まあ倒すんですけど、うわ、その手があったか。いや、弱肉強食こいつにはね、ちょっと近づかないようにしないと結構危ないんで、よし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 。あとウルト貯めるだけなんですけど、さ、こいつはね、ちょっとウルト貯めるだけの存在でいいですね。こいつとちょっと喧嘩したらちょっと負けるんで、いや、マックスしばきてー、こいつしばきてー、このマックス。なんかバトラーでね、上位の人だったら、いや、お前チーミング組めと、お前はチーミングの何も分かってない、バトラーの何も分かってないと、言う人が結構いると思うんですけど、いや違うんですよ。これ序盤に敵を倒すことは別に悪くないんですよ。倒せると思うならば、絶対に倒せるならば、これ倒しといて損はしないんじゃないかなっていう俺の意見ですね。これガジェット当て、でこれウルトカバーしつつ、よし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 。さあ、やばいって、ちょ、待って、違う、回復したい、よし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 、危ない、あー、怖すぎる。おい、これ4匹集まってる、俺だけいじめられてね、いける。さあ、今の試合で私成長しました。バズが強い、多分ね、これバズで、ウルトループした方が強いですね。ファングはね、一応なんか強いっちゃ強いんですけど、いやー、ミスった。今ね、ウルトやったらいけたんですけど、おーしよ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 し、美味しくいただいての、いや、マックスはやばい。ちょっと待って、オッケー。いや、これウルト止めて、はい、近いっすね。もうウルト止まりますと、これマックスにね、近づいてウルトバーンしても、ガジェットで逃げられるんで。さあ、これ上っすね。いや、エルプリもいいな。これエルプリもチーミング絶対おもろいやん、これ。さあ、これ狙っていきますと、これ2人とも止めれたらいいんですけど、2人、いやー、これちょっと怪しいな、ちょっとギャンブルになるんで、これちょっと危ない。いや、いけるか。いや、いけますね。あ、絶対重なる瞬間ある。いや、1人か。いやー、一旦耐えで、これ絶対くるくる回ってるんで、あ、来た、3人集まってるんで、これ3人止めれたら神。3人止めれたら全員しばける。よし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 。オッケー。おい、エルプリモ、やめて。いや、これ、絶対エルプリモ一番強え。これ使うか。しかもね、これ、地味にね、トロ上がってんすよね。めっちゃいい。さあ、エルプリモ同盟組んでいきましょうか。いや、これね、多分ね、真ん中とつって、真ん中まっすぐ歩いてってっていう立ち回りがいいと思うんですけど、さ、天敵がいたらこれ取るんやめましょうか。で、しかも俺スキンバリクソかっこいいやつ使ってるんで、いや、これいけますね、これチーミング。さあ、オッケー。いや、俺チーミングもやっぱミスった。大丈夫。そう、ウルト貯めようぜ。まずウルト貯めようぜ。さ、これ取らないで、これちょっと生贄に、ミスった。やめて、怖い。おい、お前が取るんかい。弱そうなエルプリモのスキンが取んな、これ。さあ、これちょっとね、こいつはぶろうぜ。待って、ラグ。いや、こいつはぶりてえな、このフランケン、ちょっと同族じゃないんで、まあ、ビビもなんですけど、このビビはぶりたいんですけど、さあ。どうなる。いや、もう集まりすぎやん、ガチでこれどうなんの、これ。はい、まずフランケンがゲイルをしばいていくと。ナイス。さあ、これどうしましょうかな。いや、怖えな、これ。マジで怖え。フランケンでワンチャンで一撃で全部持ってかれるんで、怖い。絶対来る。あぶねマジで。いや、ここ一番よくね、さりげなく、なんか
あれ一匹どこ行ったみたいな、これ内乱待ちするっていう戦術もありなんですけど、じゃあ待ってもね、これウルト溜まってないんで、じゃあウルト溜まってないはちょっとやばい。さりげなく合流したい。いやこのままね、あの合流しに行ってもなんか怪しまれるんで、よし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 。さあ このビッグウェーブに、このフランケンのウルトのビッグウェーブに流れに乗って、ちょっとさりげなく、はいはいはい、俺らおったよな俺らって大親友やったよな子さんよな俺って。よし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 、ナイスしばき、ナイスしばき。ウルト貯めたい、俺らウルト貯めようぜ、俺ら陰キャやっぱ、こうやってウルト貯めとこうぜ。よし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 、オッケー。いやこいつしばきって、いやいつでも倒せるんですよねこいつら。いやこれまあガジェット使ってこのフランケンを投げ飛ばすっすね。この霧の方にフランケンを、投げ飛ばす戦術が一番いいんじゃないかなと。でこれウルトね、オッケー。お前もよしよしよし、来た、これマジで慎重に行きたい。絶対に当てる、絶対に当てます。これ何もしないように見せつつ、ポンとオッケー。でこれ撃ってくるんで、ウルト撃ってこない、撃ってこない。お前らしばきよこのフランケン。怖い、内乱、怒れ。よしよしよ、みんな潰し合い。よしよし、いやこれ逃げて、オッケー当てて、オッケー、行った。誰やねんなんか一人残ってるんやけど。いやこれ楽しすぎん。さあやっぱ時代はね、エルプリモスねこのチーミングがおもろすぎて、これマジやめられんのだが、さあとりあえずこれはちょっと放置して真ん中のキューブ取りに行きましょうか。これねキューブ取りすぎちゃうと、まあ、確か多分やけど、なんか標的にされるみたいなんで。いやーこいつ怖えなー。いやシェリーが怖すぎるんよなーこれ。いやーナイス、ウルト貯めていこうぜ俺ら。このマックスも怖え、もう怖いものだらけ。さあこのスキン同盟が、いいピンズにっこりしていく。さあ上でなんか、マックスが頑張ってるんやけど、それを横目にウルトを溜め合うと、こんなん普通じゃありえんからね。さあ、いやこいつしばきてマジで、こいつ天敵なんよ。いや行ってこいエルプリモ、お前ら全員で一匹ずつ織田信長戦法で一人一発ずつウルト使ったらあいつしばけるから、行ってこい、誰か行ってこい。ナイスファング、お前の勇姿は称えてやる。だがしかし誰も行かない。やっぱみんなリスク負いたくないから、みんな怖がってる。あいつを誰か一人が行ったら行くんすけど、まあ、これもう日本人って感じするわマジで。誰か一人待ち、みんなが動けばみんなが動くみたいなね、一人が動けばみんなが動くみたいな。いや怖い、ガチ。お前もう5対1やってるって、これちょっと違うゲームなっとる。ここだけビッグボスファイトやってる、ビッグゲームか。さあこれ行きたいけどな、行っちゃうか。誰か行ってこい、お行くか、あ勇者、お前何しとんねん、投げんなそっち。やばナイス、世界の平和をお前は守ってくれた。さあこっからなんすよ。いやこれまずウルト貯めて、さあこのね、このおっと殺し合い大好き、行っちゃって、オッケー、ナイス。さあこれ勝ったでしょ。これ全員ボコって、おい、いやこれどうしよう。これね、この7のエルプリも絶対倒せないんで、2人がかりであいつを倒すより俺は2位を堅実に2位を狙いに行くよしよしよし、オッケー、いや俺は2位でいい、あいつを王にする、オッケー。いやもうこんな楽しすぎんか、一生やってられるんだろう。はい、というわけで、まあ、久しぶりにバトロはやったんですけどこのコートロ隊のエルプリモがおもろすぎて、まあ皆さんもね、ぜひこのエルプリモがね、トロ750ぐらいになったらバトロは潜ってみてはいかがでしょうか。ということで今回ご視聴ありがとうございました。